11月22日、小倉競輪場で行われたガールズグランプリトライアル、f i i 初日グループ A 予選1、12R は、めくった佐藤水菜、23歳神奈川、114期が1着、佐藤を追走した石井広子、36歳東京、104期が2着、2番手追走から追い込んだ大田美穂、26歳三重、112期が3着に入った。三連単は、丸一丸五。 マルロクで780円という配当だったレースは高値で5番手になっていた佐藤がホームかましで一気に前をめくっていく展開7番手からうまくスイッチした石井がさなく追走してくるが最後の直線では再度引き離して人気に応えたナショナルチームで活躍しており競輪に関しては目下13連勝中の佐藤水菜23歳神奈川114期は一番車 二節連続の完全優勝中で、現在賞金ランキング2位の石井博子、36歳東京、104期は5番車、現在賞金ランキング6位の大崎敦志、37歳神奈川、108期は4番車に入った。